熊本ボルターズは熊本県熊本市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。運営会社は熊本バスケットボール株式会社。熊本県初のプロバスケットボールチームであり、子供たちに夢を熊本に元気をという思いのもと、日本一誇りある強いチームを作るをチームビジョンに掲げながら活動している。チーム名のボルターズは 阿蘇に代表される火山、ボルケーの、阿蘇を源に湧き出す水、ウォーターを掛け合わせた造語である。チームカラーは赤、青、白のトリコロール。チアリーディングチームは存在しておらず、応援ユニットとして、ボルタンガールズがあった。2020から21シーズンより、ダンスユニット、VG として発足することとなったが、新型コロナウイルスの影響により、同シーズンは活動休止。 2021から22シーズンの再始動が決定している。ユニフォームサプライヤーはアンダーアーマー。バスケットボール好きの男の国までデザインは一般公募から選出されている。耳はバスケットボールであり、左目と右目にはそれぞれ炎と水のフェンスペインティングをしている。メインとなるホームアリーナは熊本県立総合体育館である。2008年 プロチームとして日本バスケットボールリーグ参入を目標に掲げ、アメリカ留学帰りの中学教師の言の上聡氏が中心となり、NPO 法人熊本にプロバスケットボールチームをみんなで作ろう会を設立。翌2009年には認定 NPO 法人として認められる。以降三オン三大会開催などの活動をしつつ、JBL の二部にあたる日本バスケットボールリーグ二部機構への 参入申請を行った。JBL2 への参入はならなかったが、2013年秋に発足する新リーグナショナルバスケットボールリーグへの参入が2012年9月に決定。9月12日に一般公募で決定したチーム名、熊本ボルターズを発表。9月25日にチーム運営にあたる会社、熊本バスケットボール株式会社を登記した。2013から14。 シーズンノーマンデシルバ NBLS 単ンカンファレンス、所属となる。初代ヘッドコーチには全物産、ドラライオンズ HC のノーマンデシルバが就任。アシスタントコーチには前地バジェッツ HC の富山、進むつかさら。2013年9月28日に、初の公式戦となる開幕戦を、熊本県立総合体育館で開催し、和歌山トライアンズに60の87で敗れる。 そのまま開幕7連敗を喫した後、10月20日の筑波ロボッツ戦にて70の62で初勝利を挙げた。しかしその後は連勝は一度もできず、逆に1月から3月にかけて20連敗を喫するなど苦しい戦いが続き、3月28日にはノーマンデシルバ HC との契約を解除。HC 代行として指揮を取った。 不山 AC も4月4日に契約解除となり、湯上江里市代表取締役が HC を兼任した。初年度シーズンの成績は6勝48敗で、ウエスタイカンファレンス6チーム中6位。2014年8月に、事務所を熊本市東区県軍本庁8番19号から、東区若葉1丁目13号へ移転。2014から15シーズンヘッドコーチに、 元日本代表ヘッドコーチの経験があり、毎シーズン三菱電機、ダイヤモンドドルフィンズ名古屋のコーチを務めていた、清水洋則が就任した。アシスタントコーチには、和歌山トライアンズの元アシスタントコーチ安田隆之がついた。シーズンでは、11試合目にようやく初勝利を挙げるなど、当初から低迷し、わずか6勝で、ウェスタンカンファレンス再開となった。 2015から16シーズン東西カンファレンス制が廃止され、リーグ全チーム5回戦争あたりとなる。引き続き、清水義則がヘッドコーチを務める。2016年4月、遠征中に熊本地震が発生。ホームタウンが大きな被害を受けたためチームは遠征を中止して、熊本に戻って復興ボランティアに参加した。以後のチームのリーグ戦6試合は中止となった。 リーグ全中にチーム中10位。2016から17シーズン BJ リーグと NBL が統合して B リーグが発足。西地区所属となる。9月24日に B2 リーグ開幕戦をホーム、熊本市総合体育館で香川ファイブアローズと行い、87から70で勝利して初戦を飾った。その後十月九日の島根スサのマジック戦に勝つと、 12月3日、広島ドラゴンフライズに敗れるまで13連勝を記録する。終盤失速して西地区3位となり、プレイオフ進出を逃した。決算情報では、売上高は約2億2100万円で前年比171.2%。前年度約600万円の損失に対し、約160万円の営業利益を記録した。その他、 経常利益が約1000万円、当期準利益が約970万円となり、2012年9月の設立から4年目で初めての黒字を達成した。クラブ代表を務める湯野上聡氏は公式フェイスブックを通して、昨年は熊本地震でチームの存続も危ぶまれ、先行きの見えない中でスタートしたシーズンでしたが、最終的には過去最高の売り上げを達成し、 わずかではありますが、黒字を出すこともできましたと報告。この結果は、熊本は立ち上がるんだ、復興するんだ、熊本はまだまだ元気なんだ、という熊本県民の皆様と、その熊本を支えていただいた、全国の皆様のお力添えがなければ、果たせなかった結果だと強く感じていますと感謝の言葉を述べた。2017から18シーズン41勝19敗の、 西地区2位の成績を残し、B2 プラフスファイナル2017から18に進出。B1B2、入れ替え戦2017から18の末、B1 昇格を逃した。シーズンオフには、安田 HC との契約継続を発表した。決算情報では、売上高が、前年同期比37%増の3億402万円で、2期連続の黒字化を達成。 当期準損益は同95%減の51万円。熊本自身に伴う支援金などがあったため、前年度に比べて減益となった。増収の要因となる主要収入を分類別に見ると、スポンサー広告などの事業収入が前年同期比49.7%増の1億4824万円。入場料収入が 同19.6%増の8,623万円、グッズなどの物販収入が21.7%増の1,931万円であった。2018から19シーズン悲願の B1 昇格を果たすため、主力を残しつつ、B2 得点王のチェハーレスタップ・スコットや都市の吉彦などの大型補強を行う。 キャプテン小林慎太郎やチリジネパウェなどの負傷者が出るなどのアクシデントもあったが、通算通算成績45勝15敗で、初の西地区優勝を果たし、2年連続のプレーオフに進出した。プレーオフ1回戦は、東地区1位の群馬クレインサンダーズと対戦。第3戦までも連れ込むが、1点差で敗北した。3位決定戦は、同地区2位ワイルドカード枠で、 プレイオフに進出した島根ッサノマジックと対戦。第1戦は延長戦の末に敗北。第2戦も敗北し悲願の B1 昇格まで、あと一歩届かなかった。2019から20シーズン長年の課題であった、ディフェンスを強化すべく、ネナドブチニッチとの HC 契約を発表。フル匠、タクミ、トシヨシヒコ、福田マサなどの遺跡、全シーズンで B ー MVP に輝いた。 石川海斗の加入など、主力選手を大幅に入れ替えて新たなスタートを迎えた。シーズン開始前の西日本アーリーカップでは、シマネスサのマジックに勝利し2連覇を果たした。しかし、シーズン序盤に、PG の書きない輝きシーンが大怪我で、戦線離脱してしまったり、新規外国籍のボビー・ジョーンズが、B リーグの試合環境に適応できず、退団するなどして、 思うように勝ち星を伸ばすことができなかった。シーズン中盤では、B リーグ開幕以後ワースト1位となる7連敗を、喫したが、短期契約外国籍のジャマールソープ、マーカス・ブレイクリーの加入もあって、ようやく持ち直し、当時に四区1位だった、広島ドラゴンフライズに勝利するなど、勝ち星をつかみ始めた矢先に新型コロナウイルスの流行で、リーグが中断してしまった。 通算成績は20勝27敗。2020から21シーズン2020年9月の株主総会においてクラブ創設時より代表取締役社長を務めた湯上が体調不良のため退任すると公認として代表取締役会長に墨永栄一郎、取締役社長に西伊達夫が就任した。チーム体制ではブチニッチ HC と契約を継続。 PG のマーベル・ハリスら新規外国籍選手に加え、キカ選手のファイ・サンバを獲得した一方、6期にわたり、チームを支えた中西良太が移籍した。しかしながら、新型コロナウイルスの流行により新規外国籍選手、及び一時帰国中だった、ブチニッチの入国が遅れ、開幕戦に間に合わない事態となった。シーズン開始後に、HC が交代することによる混乱を避けるため、 新 AC の岡田治が HC に AC には橋詰淳、西谷良一が就任し、ブチニッチはアドバイザリーコーチとしてオンラインで指導することとなった。しかし、開幕直前になって新型コロナウイルスにより活動停止を余儀なくされるなど、準備不足のままシーズンに突入せざるを得なかったことから成績は振るわず。 ようやく合流した、新規外国籍のハリスもシーズン途中で帰国、契約解除となったり、ファイ、カキナイラ選手の負傷もあって、チームの状態が安定せず、昨シーズンを超え B リーグ開幕インゴワースト1位となる11、連敗を喫するなど成績は低迷した。その後も、木田孝明、デビッド・ド・ブラス、佐々木・タカナリなど主力選手の相次ぐ負傷、岡田 HC の体調不良による降板も、 相まって、勝率を伸ばせないままシーズンを終了した。通算成績は26勝34敗。リーグ開始後は、新型コロナウイルス感染者を一人も出すこともなく、B2 リーグ全16球団中唯一60試合を、完遂した。NBL ゲーム差はうちは、プレイオフ圏との差をそれぞれ表している。熊本バスケットボールに関するカテゴリー。ありがとうございます。